今に仕事してて、この年になって完璧だとは思っていないからね。親父さんまだ悔いがあるったらおかしいよ。で、せがれがかわいそうだから早く譲ってあげてって。ずっとまあ親父さんがやっていければそれでいいんですけれども、そうはいかないですから、いつかは交代しなきゃいけないですから。そこまで頂上まで行けば完璧かも分かんないけど、じゃあこの頂上はどこかっていうと分かんないわけですよ。抜いてやっと並んだ、そのぐらいあのやっぱり親父の影響っていうのはそんなもん。大丈夫だったっていうのがありますよ。こうやったらいいんだなって夢でしょ、あれ。やるってことは非常にいいことじゃないかなと思います。うちはもう二郎さんの亡霊がもうそこら中にあるから。好きにならなきゃダメですよ。それ自分の仕事に惚れなきゃダメなんですよ。